さい、ジョン選手やいびーん。今日は道中いいです。逃げ遊びだ。はいさい、今回はですね、僕が気になっていたこちらユニソンさんにやってまいりました。西原町にあります。はい、ユニソンでございます。で、場所がですね、あっちに西原、シティ三栄さんがありまして、329号線、そこから中に入っていったところにありますね。はい、で、ずっと行ったら、西原町坂田ですね。はい、で、駐車場がもうデージ広いんですよ。お店が小さいっていうわけではないんですけど、結構込め切れるなっていう感じで。で、またこっちのユニソンさん、はい、見てください。みんなにありがとうバーベキュー祭りということでね、あらかちわから90年ということで、元あらかき商店だったらしいですね。それからまあ40年ほど前にユニソンっていう名前になったと。バーベキューの、いろんな、まあ、獅子とか、うん、串物とかそんなのもたくさん置いてるということなので、ぜひ中をお見せしましょう。急に来たんでね、僕今日。はい、さーい、すいません、はい、ごめんなさいね、急に。はい、見てください。まずは中にあるのがもう詳しいから、わらびんちゃーがまたとても喜ぶ、ね、お菓子がたくさんあります。で、くまきごわからまた10円とか20円とか30円とかのね、お菓子も豊富で置いてます。いや、懐かしいな。デージ懐かしい。安いですね。安っ。これ、細かく置いてるっていうのもまた、なかなか最近は見られないですけどね。なんか子供さんたちが学校終わりとかに、買い食いして、ね、来たりとか。すいませんね、店主さん。ごめんなさい。すいませんね。で、これ見てください、これバナナ、これ80円、うん、これ80円売ってるんですか。あ、そうよ。いや、安すぎー、天地安すぎる。すいません、ちょっとね、中あっちゃあっちゃしていいですか。あ、どうぞどうぞ。ごめんなさいね、はい、すいません、品揃えがね、ビールもたくさんあってから、なんでか知らんけど、日本ハムファイターズのポスターがたくさん。新庄監督が好きなのかも。で、中が本当にバーベキュー用品以外にもいろいろあるんですよ。何ていうかな、まあ、町屋はですね、創業90周年で、またあち高校の島豆腐で、見てこれ缶詰の量。へへ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 、これでハーフって書いてるからやばいけど。これアメリカサイズなのに、これシニマギーの定義を持って、これ子供用の大台子ぐらい。ティーアーサーサー。これ売れてますか。本当ですか。本当に。すげえ。なんで冷凍野菜、あ、冷凍野菜ちょっと開けましょうね。冷凍の野菜もあるんだ。わあ、いいな。ヒージャージルもあります。で、このユニソンさんが、まあ、一つの売りとしているものがですね、はい、こちらです。マギボク。これなかなかこういうのないけどな、普通商店に。これスーパー売ってますよ。売ってないと思うんです、多分。初めて見ました。初めて、こんな大きいの。これレアじゃない、マジで。で、はい、これすごいですね。生ビールサーバー、ご予約受けたまります。これ結構出てるらしくて、バーベキュー時期になったらもう本当にバンバン売れるらしいですね。大将、バーベキューの時は新最高ですよね、ビールは。もう肉とビールはもう最高になるからね。今年は行きました、バーベキュー。うん、あ、もううちはもう暇さえあればアウトドア大好きですね。これ毎日こういう感じで置かれてるんですね。焼き鳥から刺身系ですか。あ、お刺身系か。はあ。で、また肉系、ヒージャーは置いてないです。豚肉から鶏肉からたくさんで、こっちもたくさんありますね、中身から。
そのバーベキュー用品でしょ。すみません、僕気になったんですけど、これはこれ書いてるけど売れます？ん、売り物ですかこれ。いや、これここはあのちょっと飾ってるだけ、こんなこういうバーベキュー商品がありますよということで。じゃあこれ買いたいっていう人がいたら、いや、まあ、まずこれ、いや、貸すことはできますよ。そうですよ。面白いな。飾ってたら、あ、これがなかった、これがなかった、ティッシュがなかったとか、キッチンタオルとか。ああ、この辺見たら思い出すんです。海は、どこにありますか。あがり浜。あがり浜だな。ああ、うん、キラキラビーチとか、あんなところで。これバーベキューに絶対必要ですね。なんでこっちにミルクがあるんですか。で、まあ、今時間帯がちょっと、まあ、お昼結構過ぎたんですけど、惣菜があるんですよ。こちらです。これいいね。いろんな惣菜、チキンカツからメンチカツ、骨なしチキンから、まだあるんですね。100円、100円で大丈夫なんですか。ですよね。もう高くなってるから、100円相場赤字で。弁当時間が、まあ、結構 あったらしいんですけど、全部売れたらしいんです。で、自分噂に聞いたんですけど、夕方からなんか半額なんですか。そうですね、6時からは余ってる存在があればもう半額です、ね。6時からは余ってたら半額、うん、そしてこっちでつまみごはんもあるでしょ。じゃあアンサーにコーヒーなんてコーヒーなんか面白いですね。いろんなのあるからこういうこっちで飲むのはお客さんじゃなくて大将じゃないですか。私の方が多いかもしれない。夜味のおまけうちょうてんで、お酒がデージ豊富なんですよ。泡盛がいろんなのあって、泡盛からまた、焼酎からもう死ぬ豊富。こちらでしょ。これは何ですか。これウートウトって書いてある。何ですかこれ。これお墓に持ってくるっていうのはお酒を専門の酒だね。ウートウト専用のお墓に持っていくの。こんなのあるんですか。初めて見た。見たことないやつとか結構あるんですね。島のお酒とか伊勢な。あで、ワインも好きなんですか。アルコール類はもうほとんど毎日全般大好きですね。言えるんだったら何でも言えるんだったら何でも OK。 もういいっすね。世の中忘れたいぐらい酒さえあればなんかさっき聞いたけど、コロナ時期に入ってから結構厳しくなったんですよね。バーベキューする人なんかがだいぶ減ってますね。減ってきてから、まあ少しずつは良くなってる。まあでも本当に大変だったそうで、ね、見ていいですか。おお、あ、バーベキュー用だ本当。え、すげえ。あ、これいいっすね。このイカいいっすね。うん、串にやってるやつ。これ美味しいよ。これは何ですか。売り物。いや、レンタル用です。レンタルでも小さいの。これはだいたい 4,5 人用、あそこにあるのが10人以上の、鉄板ですね。すごいな。ヤビク様って書いてます。あれ、これあのヤビクって言ってから、あのカーズ総研おじさんのカーズやってる役がヤンビーってヤビクなんですけど、あのメガネかけてて、ちょっと髪少し長い方でした。これ、はい、そんな感じだったの。いや、やべかあいつ一人じゃないですから。だよな。これすごくないですか。これバーベキューこんなまんま売ってるっていう。これ普通10枚入りとかそんなので買うやつなんだけど、いや、さすがだな。これ刺身用で、大きめですね、どっちかって言ったら。なんでもそうだね、団体用のものが多いですね。コールマンもある、コールマン。なんかこれ、そうこれもレンタルですか。これもレンタル。あ、じゃあもう本当に手ぶらで来て、でこっちでこうレンタルしたりとかしてから持っていくっていうのもありなんですか。そう郵送みたいなのもするんですか。
郵送も、できますよ。ねえ、うん、これはもうお父さんの気分次第で。そう。期限がいいときは何でもいい。昨日飲みすぎてるからもうできないよ。やっぱりでかい。これバーベキューでこんなん使えます？いや、こんなどんだけの団体。本当に死んだかいやつ。本当にこだわってるなと思うのが、ポテトチップスも大きめのやつなんだよ。比較的。これ、おはじきは、うわ、デイジー懐かしいな。これは結構売れてますか？いや、今のこの買わなくなってるね。買わないですよね。買わなくなってる。どのくらいあるんですか、このおはじきは。何年くらいあります？もしかしたら 4,5 年あるかもしれない。もっとあるんですか？あの昔から おばあたちも行きつけて言ってたんで、デイジー愛されてますね。おかげさまで地域の人に支えられています。90年ってことは、その前にユニソンっていうお名前ができる前って言ったら、うん、荒垣商店で荒垣ぼわ、みんなこの辺って荒垣ぼわって言う。ユニソンになって何年ぐらいか。だって40年ぐらいだよ。だいたい40年で、僕今調べたんですよ、実は外で、ユニオンさん、ユニオンさんが創業されたのが、38年前、なので1984年だったんですよ。っていうことは、ユニオンさんよりも前にユニソンさん、ちょっと早かったというような気もするけど、はっきりは分からないけど、同じっては言ってないですよ、別に。ただ、やっぱり聞かれますよね。たまに聞かれて、ユニオンさんと何かあって、それは関係性っていうのは全然ない。ですよね。偶然名前が似てしまった。これ偶然ですよね。偶然です。これユニソンっていう名前の由来って何かあります？意味が、力を合わせるって感じ。兄弟で、やってたもんだから。兄弟の力を合わそう。音楽用語みたいな感じ。音合わせとか力を合わせ。それ誰かが見つけた、これいいんじゃないかな。それでユニソン。とか、ね、本当はなんとかマートとかね。ユニソンという名前ですから、衣料品店と間違えて、洋服館に来るわけよ。名前が。スーパーと回ってから、なんか洋服やと思って、洋服館に来ると最初間違えてよく入ってくる。ありがとうございます。よかった。で、ちょっとシャーベットも大将あるんですよね。シャーベット。シャーベットの、はい、どうぞ。今なんか見て沖縄チャンネル調べてるんですか。いやいや。これを一言で。自分たちのホームページで間違ってないかちゃんと調べてます。ユニソンさんのホームページがあって。で、バーベキュー、大人気パインジューシータレ、ぜひご賞味ください。これバーベキューはちなみにお一人様いくらっていう感じでやってるんですか。一人1300円コースからですね。1300円コースから。1300円何がついてるんですか。牛肉、ウインナー、焼きそば、あと野菜は玉ねぎ、ピーマン、キャベツで、一人1300円。安いですね。あとは牛肉だけ買う人がいたら、1キロでだいたい4人前で3800円から、でやってます。で、何を入れたいかっていうのはもう、父ちゃんと交渉はしながら。そう。もう気持ちだよ、でも。直で。ちょっとシャーベットをいただきたいですね。面白い、シャーベット一択ですから。オレンジが回ってますね。面白い。ファンタのオレンジが回ってますね。ごめんなさい、シャーベット。はい。ターチいただいていいですか。はい。懐かしい、すみません。これは大ですか、中ですか、小ですか。小。ありがとうございます。はい。いただきましょうね。2フェイレベル。じゃあすみません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。2フェイレベル。一倍味噌を利用せい。はい、ありがとう。いやー、よかったっすね。なんか、懐かしい。デージ懐かしい商店、売店でしたね。シャーベット60円いただきました。これ俺たち地元ではこの乾燥梅干しを入れてから食べよったんですよ、ファンタ。ファンタ味。
まい。ということで皆さん、通りがけ、ね、ちょっと気になってる人なんかもいたと思いますし、でまた、あ、こういうお店沖縄にあったの、ユニソンっていう人なんかもいたと思いますので、今回はちょっと中を検証 しました。本当にお父さんとお母さん、まあ、夫婦でやっていていい人たちだったので、皆さんもなんか近く寄ったら中に入ってシャーベットの一つでもご協力お願いします。はい、父さん一緒に、はい、僕ですせーのって言ったら沖縄チャンネル、沖縄チャンネルしたいひゃーって言ってるから、はい、さあ、クルートオーカーがゆたさんでしむれ、チャンネル登録、アンサーに高評価ボタンに出されることを逃げさめた、せーの、沖縄チャンネルしたいひゃー、ありがとうございます、ありがとうございます、できた。